藤井、気にしないで。へいへい、藤原ちゃん、こうなったら前半のうちにシュート打ちまくって6点差なんてひっくり返しちゃおうぜ。たく、ざけんじゃねえぞクソ下城が。藤原君、このままあいつらの好き勝手にはさせねえ。俺の気持ちがわかるなら俺に触るな、もうほっといてくれ、思い出させるな、怒らせるな、わかってるさ、憎しみが俺を醜くする、本当は消したくてたまらない、憎しみの炎を だけどどうしても忘れられない、お前の顔を見ただけで、あの日の怒りが体に満ちる。俺の気持ちがわかるなら俺を見るな、もうほっといてくれ、捨て去りたいんだ、忘れたいんだ、だけどどうしても許せない、お前の声を聞くだけで、あの悔しさ込み上げてくる。行くぞ。おい、藤原ちゃん、一回トップ戻して。もう無事行けない。前出てくんじゃねえよ、下城の手先が。ロープオフェンスチャージ、ミスを4番、ファール1回目。最低ですね。藤原さん、余計なことすんじゃねえよ。森山、そんな奴に構う必要はない、さっさとオフェンスにつけ。しかし瑞穂さんはバスケのルールを知ってるんですかね。これ以上こんな暴力的なプレーが続くようならこの試合取りやめにしていただきたいものですね。うちの大事な選手がこんなつまらない試合で怪我でもしたら大変ですから。すいません。こんな試合だ、もう一度言ってみろ。てめえばっくれてんじゃねえよ。あ、答えろよ。結局少しも成長してなかったようだな。てめえ、藤原君、また同じことを繰り返したいの？もう一度過去に逆戻りする気なの？藤、ボケと突っ立ってんじゃねえよ。てめえらがしっかり攻めねえからこうなっちまったんだろ。ちょっと藤原ちゃん、それって筋違いってやつじゃないの？みんなはちゃんと作戦通り。いいんだよ相川。しーちゃん、俺たちがしっかりガードしとけばタクがこんなに無理することはなかったんだ。でも黙ってろ。これは下城と俺たちの問題だ。よそから来たやつにとやかく言われたかねえんだよ。藤、ハーフタイム。チキショー。くそ、どうすりゃいいんだよ。こうなることを一番恐れていたんですけどね。だからってタクのやつ、そりゃ下城の野郎に腹立てんの分かるけどさ、一人で張り合うとは無理なんだよ。そうだろ三浦。なんだよ、俺らバスケの試合やってんじゃねえのかよ。俺たちより
相川だよ、相川。今ここに一つのボール、今ここに四人の仲間、僕はそれだけでいい、特別なやつだから、好きなんて悲しいことは言わないで、僕も君たちと同じさ、スーパーマンなんかじゃない、勝つことよりも大切なこと、一緒に走ること、同じ明日を見つめること、何も言わなくわかり合えること、勝つことよりも大切なこと、勝つことよりも大切なこと、何やってんの？何って何のためにここにいるんだ？ほっといて、どうせこんな試合やるだけ無駄なんだ。甘えるな、後ろだ。お前何こだわってんだ？下條なんかどうだっていいだろ。そんなんじゃねえだろ。お前が瑞穂のリードマンなんだぞ。お前が瑞穂の4番なんだぞ。お前、俺たちの代わりにインターハイ行ってくれるんじゃなかったのかよ。今みたいに自分勝手なプレーでみんなの足を引っ張ってじゃ絶対に勝てない。まだわからないのか。バスケは5人でやるもんだ。今ここに一つのボール、今ここに四人の仲間、僕はそれだけでいい、勝てるやつだから、必要なんて寂しいことは言わないで、僕もみんなと同じさ、一人なんかじゃない、勝つことよりも大切なこと、一緒に笑うこと、同じ夢を欲しがること、どんな辛い時でも信頼する、勝つことよりも大切なこと、勝つことよりも大切なこと、2分ちょいだよ。しっかりやろうよ、相川。うわー、お前
大好きだわ、ほんと。石井ちゃん、痛い。伸ばしちゃうも痛いって。あ、タクヤ。後半開始から5分が勝負だよ。10ゴール差、一気に詰めるよ。あ、後半作戦を変える。